天狗クラブ天狗クラブは、戦前の明治、大正期から昭和初期まで日本に存在していた、スポーツ愛好社交団体。黎明期のアマチュアスポーツ、特に野球と相撲の進行に努め、後に野球殿堂入りする人物が5人輩出しているほか、日本初の学生相撲大会を開催するなどしていた。中心人物は、冒険小説家の押川俊郎。 1909年頃、大の野球好きであった、冒険小説家の石川俊郎を中心になどのメンバーが集まり、野球の試合が行われたのが、クラブの始まりである。なおこの時、試合に参加はしていないものの、作家の柳川俊陽と、岩野芳名が観戦に訪れている。当初は特に集団としての名前もなく、分子チームなどと呼ばれていたが、羽田球場で、 壮大野球部と、米韓クリーブランド上院チームとの試合が行われた際、前座として、大和新聞チームと試合を行い、この試合の様子を報じた一万長報が、天狗チームと呼んだことから、天狗クラブとなった。以後、メンバーは増えていき、最大時には、約100人のメンバーを抱えていた。また、メンバーの呼び方は必ず名字の後に、天狗である。 活動内容は、野球を中心に、相撲、テニス、柔道、陸上競技、ボート競技など多岐にわたり、参加メンバーの中には、それぞれのジャンルで後に名をなす人間も多い。また、スポーツ活動の内容は、活動後の宴会の様子なども含めて、雑誌や新聞の記事として、面白おかしく書かれることも多く、それらの読者から大きな指示を受けていた。 大正時代以降、押川春郎をはじめ中沢林戦や柳川、春陽など主要メンバーが相次いで多会し、次第に活動が下火になっていく。それでも、1936年に仏国会員の追悼会を大阪で開催したり、1943年には押川春郎の30回規模参会を日本文学報告会と共催で行うなど、 存在の痕跡は太平洋戦争末期まで見られる。春郎が大の野球好きであり、早稲田大学野球部の関係者が多く、メンバーに入っていたこともあって、野球は天狗クラブで最も親しまれたスポーツだった。1日に3から4試合を行うことも珍しくなく、結成からの三ヶ月の間だけでも十五試合を行っていた。メンバーの中でも特に、 プロ野球の創生に大きく関わった、押川清と、河野敦氏、学生野球の父と呼ばれた、飛田水州、社会人野球に大きく貢献した、橋戸岩鉄、スポーツ評論の草分けである、大田茂の5人は、日本野球の歴史に大きく関わっており、野球殿堂入りしている。この他にも、郷里の岩手で、野球振興に努め、岩手野球の父と呼ばれた、 市死内、金一郎、高楽園イーグルスの監督を務めた、山脇正春、第1回総計戦時の一番打者であり、後に、区内省野球班を組織する、泉谷幸政、アメリカのプロ野球チーム、オールネーションズに入団し、日本人初のプロ野球選手となった、三上五郎などがいた。また、東京朝日新聞が、 野球外独論キャンペーンを張った時には、春郎を筆頭に、メンバーは反対論人の中心となっている。その他、全国中等学校優勝野球大会が開催された際には、地方予選大会に協力した。前述の通り、天狗クラブで最も盛んだったのは野球であったが、ついで盛んなのは相撲であった。1909年8月3日、相撲好きで、 知られた小説家、エミスイイン率いるエミベヤと天狗クラブとの対抗試合が行われたが、これがアマチュア相撲、学生相撲の始まりである。翌年には天狗クラブへ東京高等師範学校からの挑戦状が来たことをきっかけに国技館で中学22校、大学15校、天狗クラブ、エミベヤなどを集めた国技館学生相撲大会が開催されており、 以後毎年、武教世界との共催で学生相撲大会が行われるようになる。この時大会運営への中心人物だったのが、大村一蔵であった。また、1914年には、関取の玉椿健太郎もクラブに参加している。当時、東京の田畑に、ポプラクラブという芸術家の社交クラブが存在していたが、ここはテニスが、その活動のメインであった。 そして、ポプラクラブの中心人物である、小杉未成、張重ね高信は、天狗クラブメンバーでもあったことから両クラブの交流は、深く、天狗クラブでもテニスをしばしば行っている。この分野で特に大きな働きをしたのは、張重ねで、後に、日本定休協会理事を務めるなどしている。また、湯立小学は、日本最古のテニストーナメントである。 東京オールドボーイズ定休大会の開催を実現させている。この他に、早稲田定休部 OB で第3回極東選手権競技大会で優勝するなどし、早稲田大学の三上記念コートにその名を残す三上橋郎もメンバーであった。押川清など行動官のダニを持っている人間は何人かいたが、クラブとして何かを成したという実績はあまりない。 しかし、前田光生、佐竹信志郎と、世界中を、武者修行して回った、柔道家二人がメンバーであったことは特筆される。ストックホルムオリンピックの代表選手予選が、羽田運動場で行われた際には、マラソンコースの距離測定を、中澤臨選が行うなど協力した。さらに、もともと審判を務めるつもりであった、三島弥彦が飛び入りで参加したところ、 100メートル、400メートル、800メートル走で優勝し、代表選手に選ばれる。またこの時、代表選手にこそ選ばれなかったが、立幅飛びで、泉谷幸政が優勝している。ボート界に名を残すメンバーは特にいないものの、早稲田大学想定部などと試合を行っていた記録がある。天狗、天狗、天天狗、天天,狗天,天の狗。震え、震え、天狗。 ありがとうございます。